山添拓君。日本共産党の山添拓です。性暴力の被害当事者などで作る団体スプリングが昨年11月、性被害の実態調査アンケートの結果を発表しました。あのインタインターネットで実施をされ、3週間で6000件近い回答が寄せられました。性被害の内容や加害者との関係、被害当時の状態や加害者の言動なども含めて、あの質量とも豊富で。 ととても画期的な調査だと私は思います被害者の8割以上が警察に被害を相談しておりませんでした。さらに、警察に相談した894件のうち、約半数429件は、被害届を受理されなかったと答えています。昨年6月、政府の性犯罪・性暴力対策の強化方針を受けて、 警察庁は被害届を即時受理するよう、各都道府県警察に通達しています。しかし現実には、客観証拠がないとか、あるいは暴行脅迫がないなどといって、受理されないケースが引き続きあるということも伺いますあの受理件数というの増えたんでしょうか警察庁長官官房、井ノ原審議官。お答えいたします。警察におきましては 犯罪被害の届け出に対しては、その内容が明白な虚偽、または著しく合理性を欠くものである場合を除き、即時受理することとしております。また、警察庁におきましては、被害者支援団体の方々や、性犯罪・性暴力被害者のための、 ワンストップ支援センターの方々から被害届のジュルに関するご意見等を伺うなどして実態把握に努めるとともに必要に応じて都道府県警察を指導しているところであります今後も引き続きましてこうした取り組みを推進するなどして被害者の方の心情に配慮した適切な性犯罪捜査が推進されるよう 都道府県警察を指導してまいりたいと考えております山添拓君自立件数が増えたかどうかというのは今の段階ではわかりませんか井原審議官え、性犯罪の認知件数につきましてでありますまず強制性交等でありますが令和2年中 1> 1, 件を認知しております令和元年につきましては、1405件となっております。改正刑法の施行されました平成29年以降を見ますと、認知件数は増加傾向にございます。また、強制わいせつでありますが、 令和2年中4154件を認知しております令和元年につきましては4900件でございますこれにつきましては近年認知件数は減少傾向にございます山添拓君強制性行についても一昨年に比べると認知件数としては減ってるという話でありましたあのスプリングの調査では被害に遭った際 すぐに被害だと認識できたかという問いに対して、いいえと答えた人が五十二パーセントでした。被害と認識するまでの年数は、平均七年だったとも言われています。被害を認識して、意を決して警察に相談しているんですよね。ですから、まず、被害申告が受け止められ、支援につながることが大事です。どんな警察官、検察官、裁判官に当たるか、被害者の運次第だという事態は防ぐべきであります。刑法の性犯罪規定そのものについても。 人権個人の尊厳に即した改正が求められます日本学術会議は昨年9月29日同意の有無を中核に置く刑法改正に向けてと題する提言を発表しています同意の有無を中核とするのが国際人権基準だとしていますがどのような内容でしょうか内閣府日本学術会議福井事務局長えー、あの日本学術会議でございます、えー、ご説明させていただきます まずあの、昨年9月の私どもの提言の方で、えー、同意の有無に関しまして、これをあの、えー、犯罪構成要件の検討に用いる際に、えー、有用な国際人権基準として、2つのものを紹介しております。1つは2009年でございますから、平成21年になりますが、 国連の女性に対する暴力に関する立法ハンドブックというものでございます。もう1つは、その2年後、欧州評議会の方で、えー、採択されました女性に対する暴力およびドメスティック・バイオレンス防止のための欧州評議会条約、略してイスタンブル条約と呼ばれているものでございます簡単にちょっと中身をご紹介させていただきます。 女性に対する暴力に関する立法ハンドブックでございますが、これはその内容的にはいろんなことを述べておりますけれども、特にこの関係では、強制力や暴力を用いてなされるという要件を廃止した上えで、明白かつ自発的な同意の不存在のみを犯罪成立要件としつつ、その同意を 確信するに至った経緯について被告人に証明を求める、あるいは広範な強制された状況下で行われた行為をすべて犯罪とする、そのいずれかを採用するように勧告しておられます。学術会議の提言では、性暴力については、加害行為の対応ではなく、同意の不存在、または状況のみを要件とする犯罪かが認められているというふうに解説しております。それからもう1つのイスタンブル条約でございますが、 これは女性に対する暴力の一形態として性暴力強制性交を含むを規定しておりましてその中で必要な同意が自由意思の結果として自発的に与えられなければならない当該自由意思は関連する状況の文脈において評価されるというふうに規定しておりますこれも提言の,の中では犯罪の成否はあくまで同意の有無によって決せられるのであって 暴行または脅迫の有無によって決定されるのではないというふうに述べているところでございます提言の該当部分概要以上のところでございます山添拓君ありがとうございます同意は自由意志の結果として自発的に与えられなければならないという指摘は重いものだと思いますところが刑法の現在の刑法ではまあ暴行脅迫が成立要件となるあるいは公共不能が成立要件となる ですから同意がない場合であっても、暴行や脅迫が認められない限り、犯罪が成立しないものとなっています。でこれは国際人権基準と相容れないと、同意の有無を中核とする改正が必要だというのが学術会議の提言です。で法務大臣、どう受け止めておられるでしょうか上川法務大臣。法務省におきましては、この提言の,あの送付を受け,さ受けたところでございますが、令和2年10月20日の開催されました、 第7回の、えー、性犯罪に関する刑事法検討会におきまして、配布をさせていただいているところでございます。 あの提言の内,につきましての内容につきまして、この刑法の改正に関わる事項につきましては、現在、性犯罪に関する刑事法検討会におきまして、活発に議論をしていただいているところでございます。私といたしましては、検討会に検討を今、お願いをしているということで、まあ、最終的な取りまとめの段階に次のステージから入るという、そうしたあの理解でございますので、あの慎重に、しかし、しっかりとご議論いただけるものと思っております。 山添拓君検討会で確かに配られたんですが、配られただけなんですよね、学術会議から説明を受けるということもされていないようです、あの学術会議の活動が見えないと批判された自民党の幹部の方、おられましたがあの、見ようとしない側の問題だということも、この際、指摘をしておきたいと思うんです。自由意思に基づく同意と言えるには、性行為の意味を理解し、自分が性行為をしたいのか、したくないのか、判断できる必要があります。ででは何歳以上ならそのの判断ができるのか 刑法は13歳を基準にしています。13歳未満は、同意の有無に関わらず犯罪が成立します。これは1907年、明治40年ですが、12歳から13歳に引き上げられて、現在に至っています。その際、その理由は、女子発育の程度を探求した結果というふうにされました。しかし、身体的に発育しているからといって、性行為の意味、あるいは心身への影響、リスク、 社会経済的な負担の可能性などについて、十分な理解があるといえるのかどうか、自由意思に基づく同意を期待できる年齢とは言い難いのではないかと思いますが、大臣、いかがですか川原刑事局長、えー、委員ご指摘のとおり、現行刑法は13歳未満のものに,のものにつきましては、暴行・脅迫を用いなくても、強制わいせつ罪や強制性交等罪が成立するものとしております。 これは一般に13歳未満のものは性的行為に対して同意不同意を決する能力がないからだと考えられているところでございます山添拓君いやそうなんですけれども自由意志に基づく同意を期待できる年齢とは言えないのではないかというのが私の指摘ですあの2018年には東京都足立区の区立中学校で行われた性教育の授業で性交否認人口,人口中絶まあ、そういう言葉を使ったことが 不適切だと、これは自民党の都議が議会で指摘をされたんですが、そ,のそういう指摘があったことを受けて、都教委が不教委を指導するという事態も起きました。ですから、性教育が十分とは言えないもとで、性的同意だけは適切に行える、こういうふうに考えるのは困難じゃないかと思うんですね。国連は2008年、日本に対して同意年齢の引き上げを勧告しています。性暴力の被害者団体などからも声が上げられています。でところが先ほど大臣の 言及された検討会、同意年齢引き上げの根拠は何なのかと、14歳や15歳でも性功やキスを経験しているのに違法としてよいのかと、同年齢同士の性行為を犯罪としてよいのか、まあ、そうして意見が出されて、同意年齢の引き上げに疑問を呈する意見が相次ぐ状況になっております。で検討会の行方ににもも不安も広ががっていいまますすそこで厚労省に伺いますが児童福祉法は 児童に飲行させる行為を禁止し罰則の対象としています児童とは18歳未満を言いますなぜ18歳未満との性行為を禁止しているんでしょうか厚生労働省大臣官房大坪審議官 こ,こで申し上げますあの先生ご指摘のとおり、この児童福祉法、これはあの児童の福祉の保障を目的とした法律でして、ここでいうところの児童が18歳未満という定めで構成をされております。でここでこの同法34条第、道条の第1項、第6号に規定する児童に引向させる行為。 これを含みます児童の福祉を著しく阻害する行為を列挙いたしまして、これを法律上禁止をしているところでございまして、これは同法60条におきましても、かなり重い罰金、懲役などのを陛下するということで規定をしているところでございます。山添君それは同意の有無に関わらず禁止というう趣旨でしょうか 大坪審議官、はい、あの児童福祉法におきましては同意の有無などは特に規定をされておりません山添拓君例えば東京都の青少年健全育成条例は何人も青少年とみだらな性交または性交類似行為を行ってはならないと定めていますが、まあ、こうした規定全国にありますが同様の趣旨だと思います淫行だとかみだらなという文言の曖昧さこれは問題だと思いますが少なくとも若年者について同意の有無にかかわらず 身体的な保護が必要だと、まあ、福祉と言及ありましたが、そういう考えは否定できないところだと思います。あの一方で、刑法上は13歳以上になりますと、暴行、脅迫、あるいは強い抵抗、まあ、こうしたものが証明できないと犯罪が成立しませんで。もちろん立証責任は検察官が負うわけですが、実際には被害者の証言の占める割合、その比重が重くなります。 被害者に事実上立証が求められるといっても良い状況があります。で、13歳にこれを求めるのが正義にかなうのかということが問われていると思うんですね。で、大臣に伺いますが、やはり性行動員年齢は引き上げるべきだと思います。少なくとも義務教育終了後の16歳未満に引き上げるべきだと考えますけれども、大臣認識はいかがでしょうか上川法務大臣。この,あの委員のご指摘いただきました、暴行・脅迫を用いなくとも強制性交等罪。 いやまた強制わいせつ罪が成立するものとされる、まあ、被害者の年齢ということでありますが、まあ、現行法上13歳とされているこの年齢を引き上げるべきだというご指摘があることにつきましては、承知をしております。またあの法務省におきまして、あの今、実際に開催しております性犯罪に関する刑事法検討会、この場におきましても、その年齢の引き上げについての ぜひにつきまして検討すべきあの重要な論点として掲げられているところでございましてまさに今あの議論が行われているところでございます私自身は検討お願いをしているという立場でございますのであのこの段階でまた意見を申し上げるということ自体がまあ、あの差し控えるべきこと柄ではないかというふうに考えております先ほど申し上げたとおりこの検討会におきましてさらに論点整理が行われるということを座長が次の段階からということで発表なさっ で決議がされたということでございますのでまあ、充実した御審議がなされるようにま期待をしているところでございますはい、お時間過ぎております、はい、おまとめくださいあの検討会の取りまとめぜひ同意年齢の引き上げの方向でまとめていただきたいと思いますそしてその続く法制審でも被害者や支援者の声あるいは心理学者など専門家の知見が反映されるようにあの求めて質疑を終わりたいと思いますありがとうございました 君。